流行広がってるって言いますよね。まあ、新型コロナウイルスのあれですごくよくわかりましたね。ねいやでも今後どうなるんでしょうかね。 コロナウイルスなんか結構マイナーっつったらあれだけど、SARS とか出るまではそんなにこうみんな恐れてる感じじゃなかったじゃないですか。はい。例えばコロナウイルスっていつぐらいからみんな知ってたんですかそもそもウイルスの研究者って多かった時期ってあるんですよね。うん、ああ、そうなんやっぱりそれはですね、例えば最近の研究者が多かったのは結核の死亡者数が多かった時なんですよね。<ー>で、結核が抗生物質などで制御できるようになってきた時に、未だに制御できないものは何かって言ったらウイルス感染症がやっぱり残ってきたわけです。うんうん、そういう中でですね、 一番注目されていた上気道感染とかですねわっと広がるのはやはり。 インフルエンザ。インフルエンザって未だに我々うまく制御できないわけですから、はいはい、まあそういう意味では非常に注目されていたんですが、それ以前にもですね、エマージェンシーウイルスというようなんですね、イマージング・リ・エマージェンシー、つまりですね、新興最高感染症ですね、新しく出てきたり、または再び出てきてしまう。こういうウイルスをですね、専門にしている方っていうのは、ウイルスハンターとしてですね、結構アフリカとかですね、北極だとか、もう全世界を飛び回ってですね、やってきた方っていうのはもう1960年代ぐらいからすごく増えていたんですね。ですから、研究者の間ではすごく知見 は積み重なっていたわけです、すそれなりに社会に警告も発してきたつもりですけれども、つもりだ,だだけで、やはりそんなに発信力があったわけでもなければ、社会に大きなパンデミックがこの100年間の間、ほとんどなかったです。だから、最後はスペイン風邪ぐらいそうですね。最大のパンデミックはスペイン風邪が最後ですよね。なので、まあ、今回ですね、急激に社会のリテラシーは上がりましたし、ウイルス学者も注目されてですね、再びですね、こう自分たちの知見を世に出していこうっていう方が増えましたよね。でコロナウイルスはいつ ぐらいに分かったこれはですね、コロナっていうのは、そもそもは、本当に今、いろんな方がコロナってどうせ風邪だろうみたいな言い方をしてますけど、うん、多くのコロナウイルスは確かに風邪のウイルスなわけです。例えば、あの、4種類ぐらいあるとして知られてたコロナウイルスですけども、これもですね、あの、最初のものが分離されたっていうのもう100年近く前になってくるんですあ,あ、そんな前から知られてたんですかですから知られてはいた。ただ、問題はですね、やはり、そのコロナウイルスで亡くなる人が出るってケースは、SARS、MARS までなかったんですよね。な,ねなので、そ,でね、それを目の当たりにして、もう が一番のショックだったわけですね。で、ちょうどですね、サーズが出た頃っていうのは、あの、薬の開発っていうのも、スクリーニングっていうのをですね、うん、今、たくさんの薬の成分をいろいろウイルスにこうかけてみて、どれが効くかなっていう、うん、まあ、大量のことをやるようなことができるようになり始めた頃だった、ね、まあ、20年ちょっとですね。はい、で,すねですから、このぐらいからだんだんこういうウイルスに対してですね、どういう研究をし、どういう情報を出すかっていうのが細かくなっていったっていう面はあります、ね。知られてたけど、注目されてなかったんですそうです。 そしてもう一つは、はい、一番大きなですね、ウイルス学の進歩の因子、ここ20年内で見ると、うん、ネクストジェネレーションシークエンシングといって、ゲノム情報、拡散情報ですね。うんうん、これをすごい速度で読めるようになったっていうことなんですね。うんまあ、まあそうですね。サイズコロナウイルスの時はですね、全配列を決めるのに1ヶ月とかかかる仕事だったわけですが、<ー>今回の新型コロナウイルスは多分3時間で終わってます。だって、いろんな種類のウイルス出てきたじゃないですか。出てきます。 ねえ、ノロウイルスとか、ロタウイルスとか、はい、RS ウイルスとか、はい、ります知らなかったのがいっぱい出てきたんだけど、はい、意外と昔からみんな知られてた。そうですね。みんな結構分かってはいるんですけれども、うん、ただ一般の社会に知られていたかっていうと、そういうきっかけになるようなことがあまりなかったっていうことです、ね。なるほどね。だからやっぱ知られないと、 研究者も増えないし、予算もつきづらいし、ね、HPV だって結構見つかったのは浅いですもんね。そうですね浅、浅いですけれども、まあ、研究者の方はすごく熱心だったので、HPV ってタイプがもう200以上あるわけですけれども、<ー>あれを全部一人での人が50種類以上同定したっていうですね、<ー>研究者が日本にもいたりするわけです。ヘルペスウイルスなんかね、ウイルスベクターとかにも使われたりとか使います。最近は脳腫瘍の治療にね、使われたりしますね。あれも不思議なウイルスですよね。そうですね。あれ潜伏するんですよ。 感染っってていううのは我々レイイテンンンフェクションって言うんですけれども、うん、一度感染したら体から排除できないタイプのウイルスなんですね。うん、最近はですね、そういう長い間いるウイルスってやっぱり問題で、あのヘルペス、9種類ありますね。うん、1> 1人では9種類あるヘルペスウイルスと、それから、まあ、HPV もそうです。うん、それから、まあ当然のことながら、肝炎ですね。うん、肝臓炎症物、HDV ですね。うん、とか、HCV、うん。まあ CV は今薬で追い出せるんですけども、うん、まあそういったウイルスって一度感染するとずっと体にいるということで、住み着いてる系のウイルスっていうのは、これは後で悪さをしてきます。 で、一番やるのが HIV ですよね。やっぱり HIV も性感染症として入ってきて、一度入るとずっと免疫に悪さをするということがあるので。まあ、潜伏するらはい、ちゃんとですね、潜伏する仕組みがあるんですね。<ー>で今回のコロナウイルスもですね、まあ普通の人は2週間で体から排除されちゃいますよね。うん、ただですね、免疫状態が不全の方だと、1年ぐらい感染してる人実はいるんですよ。<ー>いるんです。で、今もうそうやって長期入院されてる方って結構いて、はい、それは癌の治療されてる方とか、はいはい、免疫にもともと機能不全がある方とかなんです。うん ただ、それは偶然いるだけなんですね。うん、ただ、ヘルペスウルスとか HIV とかに関しては、多くはですね、その自分の遺伝子の乗ってる DNA とかですね、うん、RNA をですね、うん、DNA であれば、うまくですね、こう、テザリングと言いますけど、テザーってテザリングですね、うん、携帯の。あれとしては、テザーしちゃってですね、くっつけちゃうんですね、<ー>人の染色体に。そうしてずーっと忍び込んでいると。 HRB の場合は逆転者というのを起こして、自分の DNA を DNA に変換して、うん、それを人の DNA の中に組み込んじゃうんですね。うん、逆転者構造。そうですね。そういうことをするとですね、もうずっといるという人、ね。人の、だから細胞に忍び込んで自分のコピーをクローン作られ、ね、と売れちゃうってことですね。うん、だから難しいわけです。難しいですね、うん。サルトはそういうウイルスではな、ね、い。ではない。 あの、オルソボックスウイルスに関しては、一過性にいるだけなので、急性感染症なので、うん、まあ、基本的にはですね、命に関わることもないわけではないんですけれども、感染しても2週間ぐらいすると大体排除されるという流れなので、そこは、あの、広がっても、まあ、一つ安心材料であるというところです、ね。C 型肝炎ウイルスはなんで排除できるようになったんですかこれはですね、すごい薬なんですけれども。ねえ、僕一回、献血したら、HCV の抗体があるって、うんうんうん、っと思ったんですよ。 どっかで感染したかなと思って、精密検査っていうか、もう一回クリニック行って、こんなん出たんですけどって検査したら、それは、まあ、偽陽性だったんですけどね。でもその頃は調べたら、HCV の感染は、 永遠に残るみたな。はい。一生続くっていう話で、ね、大変じゃん、これと思って。あれはどうやって排除する薬す最近できた薬ですよ、ね、最近できた薬です。あれもすごい薬で、結局のところ一種類ではないんですけれども、うん、あの、ウイルスの増殖を抑えつつですね、うん、結局ウイルスが自分自身をこ、こう、中で保つ仕組みも抑えていくということですね。うん、それを、あの、ずっとというですねあ、ある程度の期間続けると、ウイルスがいつまでもその細胞の中には留まれなくなって、いつの間にか消えるように、うん、まあ、していける、追い込めるということなんですよね。うんまあ、細かい はですね、結構難しくてですね正確に分かってない部分もあります、うん、全部が分かってるわけではないけれどもいわゆるゲノムエディティングゲノム編集っていう技術が進んできていますのでこういうものをですね将来的には薬として使えば体の中に潜伏したウイルスも、まあ、そのウイルスだけをターゲットにして切り刻んだりですね追い出したりできるようになるんじゃないかっていうことを考えてる人はいますよね。 まあ特にだからその致命的な病気から始まるわけですよね。そうだと思います。ね、HCV とかもそうだし、えー、HIV も。そうですね。テクノロジーの進化ってすごいなすごいですね。ウイルスっていう病原体も見つかったんですけど、ちょっと前にね、BSE ってすごい騒がれてたじゃないですか。えーはい、そのプリオンタンパク質なんかが病原体なんじゃないかというふうに言われてますけれども、 んまあ、基本的にはですね、プリオンもですね、すごく扱いにくい病原体で、うん、あのプリオンはですね、とにかく恐れています。私自身病理医なんですけれども、うん、病理って、例えば感染症で亡くなった方を解剖することがあるんですね。はいはい、そうすると、その職業感染といって亡くなったご遺体から移ってしまうことがあるんですけど、絶対にやりたくない病気の一つはプリオンです。うん で、プリオンはなんでやりたくないかというと、ウイルスはですね、大体熱をかけてあげたりですね、うん、薬品をかけてあげれば大体のものは抑えられるとか。まあ消毒滅菌できちゃったりですね、殺菌できちゃったり、まあできちゃうわけですけれども、プリオンはですね、これは特殊なことをしないと収まらないんですね。かなり頑丈なんです。ですから、もうここはですね、原理原則に立ち返るしかないんです。何かといえば、結局、 病原体と宿主と感染ルートがあるわけですけど、このルートを立つしかないんですね。ね。ですから、徹底的な、あの、プロテクティブなあ装備をつけるとか、それから、まあ、基本的な扱い方をですね、しっかりして、まあ、発症している人には近づかないとかですね、まあ、近づかないといっても、その、 適切に近づかないようにするとかですね。うそういったことが重要になってきますよね。暴れ狂ったりするわけですよね。まあ、あ場合によってはいろんな事故が起こったりですね。ありますし、例えば狂犬病であるとですね、あの動物なんかもまた、まさに竹に狂って噛みついてくるわけですから、はい、そういうことは防げないので、やはりですね、防ぐ手段が複数ある場合には、例えばワクチンをしておくとかですね。狂犬病もそうですよね。そうです。狂犬病は怖いです。ウイルス。ウイルス。感染症ですよね、あれ感染症です。 まだ撲滅できてないですね。というか、撲滅できている国の方がはるかに少なくて、うん、日本も一歩出たらですね、まあほぼ撲滅できてないと思った方がいい、ね、よくできましたね、日本。まあ、芝国だったっていうことが一つですね。あなるほどね。うん、犬が入ってこないもんね。そうですね。まあ犬以外も、実はあれもですね、あのああコウモリとか,か,か,かいろいろいるんですけどねあ。そうですよね。コウモリから感染したりする例もありますよね。あります打っといた方がいいワクチンって何かありますかあるとしたらですね。うん 帯状方針のワクチン。帯状方針っていうのはヘルペスの3型というウイルスなんですけれども、これはですね、水暴走を起こすウイルスで、小さい時に感染している方結構多いんですね。あれはですね、空気感染を起こすんですね。ですからもう、電車の中で,ですね、一人発症している人がいれば多分車内全員写ってるんですね。そういうレベルです。で、そうするとですね、知らないうちに感染していることがありますので、それがストレスとかですね、病気になったり、もう一つは加齢ですね。年齢、年を取っていくに従って免疫の状況が落ちますので、そうすると帯状疱疹が出ちゃうんですね。その前に打っておくというのは非常によくて、2つワクチンが 一つはですね、日本で開発されたワクチンで、これは、うん、まあ、世界に報告、おかか株というところから取ってるんですけど、うん、それから、あとはシングリックスというですね、はい、ワクチンがありますけど、まあ、どちらでも、あの、効果、差があるんですけれども、まあ、そこはよく情報を集めていただいて、打っていただければ全然いいんですけれども、はい、これはぜひおすすめのワクチンです。どれぐらい持つんですかねこれはですね、一回打てば10年から、まあ、20年は、あの、抗体は残っていますので、かなり抑えられると思っていいと思いますね。うん、肺炎球菌もなん結構20何かとかっていうそうです。23カか,から。23 すごいですね。そんな種類いるんですかすです、ね、もう今で増え続けてまして、えー、逆にですね、ワクチンがですね、よく効くんですよ。よく効きすぎちゃって、うん、その23種類以外の菌が今世界で頑張っちゃってるんですね。 ワクチンからエスケープしたものが今度は流行の死体になっちゃってるっていう面があって。だからもう、あの、これいたちごっこで、そういうのにも対応する。今度はもう何十か何十かっていうのを開発しようとしてる人もいます。個性物質の使い方もそうなんですけども、効かないウイルスとか菌って出てくるんですね。そういうのが今度増えてきちゃうので、やはりですね、いたちごっこの面があるというところはあります、ね。まあでも、耐性菌もね、ちゃんと適切に服用するというか、大事じゃないですか。大事です。あれ、いい加減にやる人がいると、中途半端に生き残るんですよね。その通りです。 いろりの抗生物質はペニシリン系の抗生物質買ってんですよ。なんていう話をされてて、一周回っちゃったみたいですね。ね、えー、そうですね。回っちゃって、元の一番原始的な薬が今一番効くってい。いなくなっちゃったんです, <laughs> そうですね。そういうことです。耐性菌が、はい、もうペニシリンの耐性菌自体が。いなくなっちゃったと。はいなくなっちゃった。みんな使わなくなっちゃったから。 逆にですね、体積が出にくい菌っていうのもいて、例えば今流行している梅毒なんかはですね、あ,あ,あれはペニシリンそのものが非常によく効くんですね。ああで、な,なかなか体積に出てこないんですね。<ー>その場に流行は広がってるんですけど。流行、まあ、広がってるって言いますよね。そうなんです。広がってるんです。人と人との接触があるところに残るという性質がありますので、人はそれだけですね、こう触れ合って生きてるっていうことではあると思うんですけどね。まあそうですよね。はい、触れ合って生きてるなーっていうのは本当新型コロナウイルスのあれで、 すごくよくわかりましたね。ねいやーでも今後どうなるんでしょうかね。一つはこういうですね、進行最高感染症は必ずある程度の周期、まあランダムであるんですけど、起こってくるってことが一つですから、うん、まあ、まあ警戒情報としてですね、今何が流行ってるのかっていうのは知っておくっていうのはまあ一つ大事だと思います。そうですね。だって、旧型のコロナウイルスだって130年ぐらい前に流行してるんですよ、ねうん。そうですね。うん、結構死んだって話聞きます。すね、なんか、うん、その時の情報を聞くと、あったこなしだな。子供はあんまり死なないんだけど、うん 老人がたくさん亡くなって、えー、世界的大流行した。そういったことが今後も起こりますし、うん、それから、 まあやっぱりどういう対処の仕方をすればいいか、一つは流行モードなので、どういう予防策を取ればいいかっていうこと。それから、まあ、適切にですね、薬とかワクチンとか、どういう選択をすればいいかっていうことですね。これを考えてですね、まあ、社会全体として、ある程度制御をしていくっていうことが重要だと思いますよね。今回のその新型コロナウイルスで、先代アレーナワクチンっていうのが。新しく開発されて、承認されたわけじゃないですか。はい、比較的、これまでの、その生ワクチンとか、不活性化ワクチンとか、そういったものに比べると、遺伝子の構造とかを。 テーラーメイドで作れるしかもそれを工業的に大量生産できて、はい、しかもそのロジスティックスも一応完備したわけじゃないですか。はい、あれによって、いろんなウイルスに対するワクチンを作るスピードっていうのはアップするもんなんですかこれはもう明確にアップすると思います。ただですね、大事なことは、すべてをそれでカバーできるかは分からないっていうところがあるんですね。例えばですね、世界三大感染症ってあるんですけど、はい、ワクチン3つともないんですよ。HIV。 はい、結核、マラリアですね。うん、で、マラリアはこの前一つ承認されたりしてですね、そしてメッセンジャー RNA ワクチンでできているわけではないわけですね。これは今までの技術を逆に別,別の工夫をしたりしてですね、聞くようにしたりしているので、まあいろんなところがいろんな進歩の仕方をするので。結核ってワクチン効かないんですか結核の BCG は完璧ではないです。ある程度は効いてます。ただ、発症を完全に予防する、感染を完全に予防するってことはできない。 ですね、まあ、HIV の話の時に結核の話も相当聞いたんですけど、えー、結構結核のキャリアっているんですよね。います。 しかもそそのの体が弱ってくるると発症するんですで、ね、通りです、うん、老人とかだからそうです結構体の中にもすでに感染してる方っているんですよね、うん、そういったものも含めてですねいろんなモダリティって言ったりしますけれどもいろんな技術を組み合わせたりもしくはいろんな発達をさせながらですねまあいろんな開発が続いていけば少しずつですねまたあのウイルス感染症もですね予防とか制御ができるようになるんじゃないかと思ってますよね、うんまあ、これ以上ねその交流がバンバン増えるってことはないだろうから結構マックス来ちゃってますもんね,そうですね人類同士の。 の交流みたいなものは野、はい、生動物とのボーダーというか、そういったところはこれからより規制が強化されていくだろうなとう、ね、やはり人の制御が届かないところで野生とのこうボーダーっていうのはあるわけですよね。特にそのエマージェンシーウイルスが出てくるのはアフリカとか東南アジアが多いわけですけれども、うん、そういうところでのこう積極的な投資とかですね、うん、それから教育とかですねあの、まあお互いの交流して研究をするとかですね、そういった動きも大事だと思いますよね。なるほどね。